はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、国際協力の中でも、カンボジアとかウガンダで映像制作をされていらっしゃる内田さんにお越しいただきました。内田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海外にいつから興味持ってたんですか？海外興味持ったのは、でも社会人をやっていた時ですね。サラリーマンやっていた時、初めて行ったのがカンボジアでしたね。カンボジア、なんでカンボジア行ったんですか？もともとその、僕たちは世界を変えることができないっていう、あの映画のやつ、肌コートさんの本を大学時代に読んで、わ、こういう国あんだ、いつか行ってみたいなって思った、でそれから数年経って社会人をやっている時に、よく仲間とバーに行ってたんですよ、仕事終わりとか、バーで何をしたかっていうと、ナンパをしてたナンパしてたんですか？まあ、女の子にひたすら声をかけて、それ でその時も、バーにいたギャルにナンパしに行って、お姉さん何飲んでるんですか、で向こうも、まあ、酔っ払ったんでいろいろ話をしてくれて、途中で言われたのが、私来週からカンボジアにいて学校建設をやるんだけど、あなたも来ないって言って。でも唐突すぎません？びっくりしましたねだってカンボジアって言葉出てくると思わないですもんね。まあ、だから数年ぶりにカンボジアってワード聞いたと思って、でこの瞬間に普通驚いて、ああそうなんだとか流したりするじゃないですか。まあそうですね。と口から出たのが、じゃあ行きますじゃあ行きます。あれナンパしてるのどっちか分かんなかったし、そうですね、よく逆断されましたねえ、じゃあそれがカンボジアに行くきっかけだったきっかけでした。ちなみに来週ですよね。そうです。チケット取れたんですか？もうその場でその夜に取っちゃってでも会社員やってたんで、あ、やべえ、上司に連絡しねえと思って、上司に、ごめんなさい、もうカンボジア行くためにチケット取っちゃったんで、有給くださいって。どういうことえ、じゃあそれで海外行きました。カンボジア行った時に実際学校一緒に建てたんですか？学校、自分たちがいた時は学校はもう建ってて、そこの遊具作りに参加しました。へえ。それは何かの団体でやってるところだったんですか？立ち撮りプロジェクトっていう団体で。知ってます、はい、何日間ぐらいカンボジアに行ったんですか？4日か5日とかそんなもんだと思うんですよね。え、でその4日で一番何得られました？2つあって、1つはカンボジアの人たちに感化されたって部分ですかね。具体的な内容とかあったんですか、感化されたきっかけみたいなのって？例えば、日本で普通に蛇口ひねれば水が出て、ポチって押せば電気がついて、っていうのが当たり前で生きてきたんですけど、それが当たり前じゃないっていう場所、電気もガスも水道もない村とかだったんで、そういうところにいて自分たちが普段過ごしている日常のありがたみってのを教えてもらったみたいなんですね。あと他にもありますと、例えばこうカンボジアの村でみんなでご飯食べるったんですね、その時に日本人の方々が来てくれたから、今日はごちそうだっつって鶏を買いに行ってくれて、で鶏を締めるんですよ。その時にカンボジアの人たちはこうオークンチュランって、ありがとうございますって、命に感謝して、鳥を首をはねてみたいなのやってて、その時にこう日本で肉食べたい時って、スーパーでこうパッケージングされてるじゃないですか。ね、いただきますって、命をいただきますってことなんだってことにちゃんと気づかされて、なかなかないですよね、そういう経験は。そうなんですね。日本にいたら、今まで全然気にしてなかったけど、何かの命をいただいて自分は生かされてるんだっていうこととか、これまでの生活とか考えを改めなきゃなみたいな気持ちが入ってきましたね。今までずっとナンパしててごめんなさい。そうですね。もう一つが日本人の仲間たちとこですね。なんか得られたもの。あ、結構いたんですか？滑り台の建設でも毎日 20〜30人。え、そんな日本人いたんですか？いましたね。そうなんですね。やっぱり旅人もいれば、会社辞めてきたみたいな人もいれば、自分みたいにこう会社の休みになって参加しましたみたいな人とかいて、みんなで村に行くんですけど、都心部のシェムリアップってところからピックアップトラックに乗って、1時間半か2時間ぐらいかけて。ちょっと待って、ピックアップトラックってあの後ろに荷台があってみんなギュギュ詰めで乗るんですよ現地らしいな。そうで、そこで自己紹介したりとか、その時にハチドリプロジェクトの泉さんがこうみんなに夢を聞いていくんですよね、ピックアップトラックの中 で、でその時に自分まだ会社員やってたんですけど、映画監督になりたいですみたいな夢とか言って、おーとか言ってて、その時夢を語ることってあんまり身近に感じてなかったんですよね。まあ確かに、サラリーマンでやっていると、同期と会っても会社の愚痴、日本の愚痴、俺はこんなことがしたいんだけどできないみたいな、ちょっとネガティブな話ば。でもそこで会った日本人の人たちはみんな夢を持ってたり、夢追い人だったり、それこそジャイカ行きたいみたいな人とか、俺も学校建てたいみたいな、ウクレレアーティストとして売れたいみたいな人とか、めちゃめちゃ新鮮だったんですよ、ね、はい。そこにすごい背中を押された部分がありましたね。ああ、そうなんですね。自分もちゃんとやりたいことと向き合おうというか、
確かに日本にいたらあんまりそういう自分が今後やりたいことってなんだろうとかそんなことあんま考えないですよね。考えないですね。毎日必死なんで。でもそういったところにだって自分の夢って何って言われたらいろいろ考えさせられますよね。ちなみになんでその時に映画監督って言ったんですか？なんか社会人をやりながら、はい、趣味で映像制作やってたんですよ。あ、そうなんですね。もうその時はやってたんですね。もうでも本当にハンディカムでなんかノリで撮ってたようなもの。はいはいはい。それはビジネスとしてやってたんですか？いや、もう趣味ですね。趣味で。え、じゃあそれで4日間やって帰ってきますよね、はい、普通に会社には戻ったんですか？戻りました。あ、そうなんですね。あれ会社って何されてたし？自動販売機の補充をする会社接点がもう全然見つからないですよ。え、じゃあ実際それ普通に戻るじゃないですか、はい、その後結論その自動販売機の会社を、はい、あの辞めるじゃないですか、はい、辞めるきっかけっていうのは何かあったんですか？辞めるきっかけでもカンボジアだった日本人の仲間たちの影響ですね、はい、日本帰ってきても彼らとつながってたんで彼らのイベントに参加したりとかしてたんですよね、はいはい、その時にみんな夢を叶えるためにすごい努力をして自分もこう何か本気でチャレンジしたいなっていう背中を押されました、はいはい、その時に残ったのが映画監督になりたいっていう夢で。そういうことですね。言ってたあの夢ですもんね。そうです。20代も後半に差し掛かるぐらいの時に会社辞めちゃって、はい映像制作ってもともと趣味でやられてたじゃないですか、はい、そっからお金に変わった時っていつなんですか？最初、うん、駆け出しでじゃあ会社辞めてじゃあ行きますって、はい、半年ぐらいはフリーでやろうってやってたんですけど、うんうん、まあお金にならないです、はいはい、どんどん社会人の時貯めてた残高が起こってでちょっとバイト始めてこう、はいはいはい、で何も知らないんで、うん、結構趣味でしか作ってなかったんでプロで通用しないんですよ。あ、そう。え、ちなみにその時は、はい、映像制作をやるにあたって自分で動画作ってなんかどっかに出してたんですか？はい、YouTube で上げたりとかでも結構自主制作が多かったですね。だから結局自分のお金を使っていやそうですよ、ね、マイナスでしかないんで、はい、え、自主制作で動画作るじゃないですか、はい、それをもう YouTube YouTube だったり映画祭に出したりとかして。なるほどね。その半年やった時に今もお世話になってる師匠的な存在の方と知り合って映像学校の校長先生なんです。でそこで映像一から学ばせてもらうことになって1年ぐらい通って実際にしごかれましたね。ちなみに映像の学校って何を教えられるんですか？うちの学校は制作会社へ送り出すための学校だったんですよね。要は映像をやりたい子が制作会社入れる入り口となる。だから最低限のことを教えてくれるんですよね。なるほど。現場の多々やり方とか映像編集の仕方とかすごい細かいことを突き詰めてやるっていうよりは全体的にこう、うんうん、あーそうなんか。でも自分カメラ大好きだったんでカメラの先生にいろいろ聞いたりとかしてたんですよ、はいはいはい、あ、そうか。先生がそれによってそれぞれによって違うみたいな。月曜日はミュージックビデオをやってる先生。なすごいな。ミュージックビデオ。火曜日は CM をやってる先生そういうことか。で水曜日は編集バリバリ CG とかってやってるみたいな、はいはい、こうバラバラで。え、アニメーションとかはありました？アニメーションはあったんですけど自分めちゃめちゃそういうの苦手だったんですよね。あ、そうなんです。映像っていう観点でいくと、はい、CM、ミュージックビデオ、それ以外あのドキュメンタリーっていう感じになるんですね。え、どこが一番ハマったんですか、内田さん的には？ドラマでしたね。何が面白かったんですか、ドラマの？やっぱり自分の思い描いてたこう脚本とかを具現化できるところが楽しくて、うんうん、自主映画もずっとそれやったんですよね。自主映画でやってる時ってなんとなくで撮ったんですよね、うんうん、カット割りとかもいろんな映画見てこのシーンかっこいいかで真似して撮ったんですけどなんでやってるかの理由がなかったんですよ。でもその映像学校で理由付けをちゃんと学びました。こうでこういう理由でこういうことを伝えたいからこういう割りにしてんだとか、うん、こういう主人公のキャラクターにしてんだとかカメラはこうしてんだってのを叩き込まれました、ね、いやでもむしろすごくないですか。だって各動画に対して意味を持たせるってことですよね。でも僕たち視聴者側からしたら無意識にそれを見ちゃうわけじゃないですか、ね、そこを言語化するんですよね。そうです視聴者が気づかない無意識にできたら、はい、できてもでもそこに意図があったらもうそれはプロです、ね、そうなんだ。やっぱり売れてる映画とか有名な映画をワンシーンワンシーン見ていくとやっぱり裏付けがあったりとかこういうことを伝えたいからこういう風にしてんだなっていうのはめちゃくちゃありますね。あ、そうなんですね。まだにこう、はい、映画館とか行って新しい映画見ながらこう吸収させてもらってえ、でもそれはむしろなんか内田さんと一緒に行くとそういう解説してもらえるからなんかすごい面白いと思います。うちで嫁と一緒にこう映画とか見てるじゃないですか、うん、飛べますからねでもそうやって映像制作を学んでいったって感じなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの動画ではこの映像制作の入りっていうところをお聞きしたんですけど、はい、次の動画で法人化したきっかけという部分も含めてお聞きしようかなと思ってます、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。